どうもヨーヨーストアリワインドの伊藤です。ヨーヨーの練習法の一つとして上手い人の真似をする。そこでね、私ひらめいた。上手いじゃなくて最強を真似れば最強になれるんじゃないかと思いまして、この五条悟スタイルでやっていこうと思います。というわけでね、五条先生を真似てこういう風にね目につけてみたんですけども、まあ何も見えねえ。五条先生はこの状態でも見えてるんですけど、僕はまあいかんせん何も見えないです。もう普段のトリックできないんじゃないかぐらい。でも逆にその状態で普段のトリックができれば上手くなっている証だと。というわけで今回はこの五条悟スタイルで JYYF のストリングトリックレベル1検定挑戦していこうと思います。きっと俺も領域展開、いや領域展開を得得できるかもしれない。それでは早速やっていきましょう。さあさあさあやっていきたいと思います。検定なので、各トリック、2ミスまで OK。 よし、じゃあまず、1つ目、ローラーコースターいきます。オッケー、こわ。じゃあ次のトリック、バレルロール、アトミックファイヤーいきます。シャケ1、2、3、はい、3つ目、リストマウント。いきます。よし。しゃ、あ、おかか !2 回目。オッケー。よし。じゃあ、そのままサクッと。4つ目、グリーントライアングル。ほい。ここかな?オッケー、イエーイ。いや緊張すんなマジで、ね、ちょっと待って、よりがわかんない、ねじれてるかわかんない。これは嘘をついてる味だ。え、治ってるかわかんない。大丈夫そう。よし、では続いていきます。鮭から 1、2、3 で、よし、よし、マッハ5クリア。いやこれずっとやってると平行感覚もなんか鈍ってきて、もう先に進めば進むほど別の難易度が上がっていく感じ。では6つ目、ラセレーションいきます。の前に、あぶねえ、ちょっと引っかかった。よし、いくぜ、レディーゴー、せーの、よいしょ、あーす。もう今の引いても、もう引き戻ったのミスだよね。もう、よいしょ、おっしゃ、よっしゃ、乗った、よし、へい、きっ、はっ、乗った。しゃけ、よし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 、いけるぞ。領域展開の得まであと少し、あと3つ。7つ目、リップコード。おっ、鮭、おし、よし、ぐるんぐるん、くるりんぱ、あっぱ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 
鮭、よしよし、よいしょ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 、あー今のはいいだろう、いいだろう、よし次、田島バウンド、いやこれわかんな、まっすぐ1、ああわからんちん、いやこれ冷静にいこう、よしもう一回、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、あと少しだ、あと少しで俺は領域展開を得得するんだ、よしまっすぐだ、まっすぐだ、行くぞこのまま、よし行くぞ、1、2、あーどうしてだよ、あどうしてだよ、本当に見えないからわからない、よし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 、行くぞ、よし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 、行こう、1、2、3、よしよし、しゃーしゃー、あーおーおーおー、うーん、よし、よかった、あ、なんか、あ、なんか、もう、めまいがしてきた。ああ。いや、こんなに難易度上がる？いや、そうだよな、そうだよな。五条先生並みに強くなるんだもんな。そら、こんぐらい爆上がりするわ。いや、でも、着実にものにしていってる。着実に俺も最強に近づいていってる。いいことだ。よし。成果は出てる。成果は見えてる。よし。あと2つ。あと2つ行くぜ。9個目。アトミックレボリューション、行くぜ、ほい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 、せいせい、そいそい、はい、よっしゃよしよしよし、あと一つ、あと一つまで来た、領域展開の得得まであと一つ、よしやってやるぜ、10個目、なんだっけ、クロスアームトラピーズ、よし、あと1個だ、本当にめまいがするんで、これで決めたい、よし、いや、よしよし、俺は銀河1強くなるんだ、よし、いける、俺は銀河1強くなるんだ、よし、いくぜ、えいや、つわー、手に当たった、あと1回、あと1回、お腹すいた、決めてやるぜ、レディーゴー、うん、これは黒線、これが黒線か、よしよし、やったやった、あーマジでしんどかった、いやまあ修行だからまあしんどいのはしょうがないけど、よしこれで俺も、いや頭が回らない、これで俺も領域展開の得に一歩近づきました、やった、あー疲れた、あっ二人込んじゃう、というわけでね、今回は五条先生にあやかって目隠しをしてトリックをやることで高みに近づけるんじゃないかなと思ってやってみました。この動画が参考になった、面白かったという方はぜひぜひ高評価、いいねボタンと、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。俺はすでに領域展開を得得してるぜという方はですね、ぜひぜひコメントであなたの領域展開教えてください。今回、最強の五条先生はヨーヨーでもね、先生として、何かをきっかけをくれるんじゃないかと思ってつけてみたんですけど、やっぱね、五条先生はすごい。以上です。皆さん、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。いや、だって五条先生だってスパイダーベイビーもできるんだ。